はい、どうもこんにちは。今日なんですけども、こちらのねスキレットを使ってエビとマッシュルームのねアヒージョを作っていこうと思います。アヒージョはね簡単で美味しく、しかもねお酒に合う料理ですので、まあ、家庭で作るのはもちろんですけども、キャンプとかバーベキューするときに作ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、材料はねこちらになります。メインはねこちらのエビとマッシュルームになります。それからニンニクと唐辛子、あとはオリーブオイルと塩ですね。まあ、今回はねキャンプに持ってくとき大体岩塩使うので、まあ、これをね使って作ろうと思います。でちなみに今回のムキエビなんですけども、これね冷凍も使ってます。まあ、本当はねもうちょっと大きくてもいいんですけども、まあ、大きすぎるとね火通りにくかったりするので、まあほどほどの大きさのものがいいんじゃないでしょうか。ではね早速作っていきます。まずニンニクなんですけども、これはねこの根っこを取って皮を剥いていきますね。あとはねこれをスライスしていきます。でスライスが終わったらもうスキレットの方にね入れていきますね。次に唐辛子です。これはね、まあ、好みによると思うんですけども、まあ、1本か2本入れるといいでしょう。あと種はね入っていると辛くなっちゃうので取り除いていきます。はい、またね辛いのが好きな人はこれはね小口切りにしてもいいんですけども、まあ、僕はねそんなに得意じゃないのでこのままねスキレットにできます。次にマッシュルームです。これは、ね、土の汚れがついているんですけども、まあ、水洗いせずにねキッチンペーパーとかブラシでねこすって取ってあげるといいです。黒いのがついてても、まあ、軽くこすってあげると取れるのでそれで OK です。はい、はい、じゃあねどんどんやっていきますね。はい、そしてマッシュルームなんですけども汚れが取れたらここのね石突きの部分をね落としていきます。ちょっとね大きいものは火が取りやすくね半分ぐらいに切ってあげましょう。こんな感じで完成です。これはね別途器に取っておきます。次にむきエビなんですけども、まあ、本当はね、まあ、冷凍のエビなんでさっとね湯通しして、あとはねこの背わたを取ってあげるといいんですけども、まあ、キャンプとかで行った時はねこういう細かいことがめんどくさいんでね、まあ、今回はね、まあ、それに習って省略したいなと思います。それではね下準備が終わったのでスキレットの方用意していきます。じゃね火をつくか確認してつきますね。でねスキレット置いてきます。まあ、先ほどね準備した唐辛子とニンニクが入ってます。でこの中にねオリーブオイルを注いでいきます。今回なんですけども油ね少し少なめに抑えてます。キャンプ食に作ることで、ね、想定しているので、まあ、油の処理困らないように、まあ、少なめに作ったということです。ここに、まあ、塩も加えていきます。まあ、塩はね後で加えた方がいいって方もいるんですけども、まあ、僕はね最初に加えてで最後に味見をして、で足りなければ足すっていう感じにしようかなと思ってます。でちなみに火は今弱火にしてあります。じっくりニンニクに火を通して、まあ、香りを出すという感じです。はい、そしてねニンニクの香りが立ってきたらマッシュルームとエビを入れていきます。ちなみに今回はエビがねちょっと小さめのエビなので、まあ、火がすぐ通ると思うので、まあ、マッシュルームから先にちょっと火を入れていこうかなと思ってます。マッシュルームにね油が馴染んだのでエビもね入れていきますね。火が通ったので火を止めて食べていきたいと思います。じゃあねいただきます。あ、おいしい。うん、あ、いいね。うん、マッシュルームも、あ、おいしい。あ、いいねこれ。これマッシュルームめっちゃおいしい。じゃあねこれ次はね2つ同時にいただきます。あ、はい、あ、これ、うん、あ、おいしい。あ、めっちゃ美味しいね、これ。ワインとかね、欲しくなるね。あと、本当はね、フランスパンなんか用意して、まあ、その上にね、乗せて食べたり、フランスパンをね、このオリーブにつけて食べたりするのもね、いいんですけども、まあ、実はね、この後、この油を使って、ペペロンチーノを作ろうと思ってます。なので、まあ、その動画はね、また次の動画になると思うんですけども、まあ、それもね、よければ見ていってください。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。
レシピの方はね、下のね、概要欄の方にまとめておきますので、ね、よろしければね、そちらも参考にして作ってもらえればと思います。この動画がね、面白かった、ためになった、それからね、これがすごい美味しそうだったって方、ぜひね、グッドボタンをお願いします。それから、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。それではまた次回。バイバイ。